糸原料のカラムシブーは下葉が落ち始め、茎の根元が茶色く変色する頃刈り取る。葉を落とした後、茎の中ほどを折り芯を抜き取る。ブーハギという。図案によりかすり糸、地糸とそれぞれ糸の本数を計算し、一端の反物に必要な縦糸の長さおよそ15メートルをそれぞれ成形する。まとめたかすり糸を引き伸ばし、あらかじめ図案から写し取った板定規で印付けをする。そして地の部分に防染のためビニールを巻きつけ、その上から木綿糸かビニール紐でしっかり手くくりする。くくりが弱いと地の部分に染料が染み込み、かすりの鮮明さがなくなる。仮おさ同士。かすり糸はかすり模様によって配分された糸数をおさめに通す。いよいよ螺旋である。植物染料による螺旋は八重山にしかない技法である。綾すくい棒で同じ種類のかすり糸を浮かし、図案により螺旋部分に印付けをする。そして地糸の中にかすり糸を割り込ませる。走行同士。間違った糸の並びはないか、緩みはないか、慎重に点検しながら織り進む。かすり模様に達したところで、縦かすりに合わせて横かすり用の紙定規を作る。巻いた糸に紙定規を当てて印付けをする。長い工程を積み重ねた後、やっと生色である。織り上がった布はおよそ10日間天日干しする。クール染めのかすり模様は最初は赤茶色をしているが、次第に黒褐色に変わってくる。天日干しが終わると、海水と石灰を混ぜ合わせ沈殿させた上水に布を30分ほどつけ、50センチほどの深さの海に5時間ぐらいさらす。新縛りを打って干し乾かす。干し上がったら畳んで木綿の布に包み、キネたたきをする。中村さんのキネたたきは、そのキネも打ち方も昔ながらの方法であり、王子の情婦作りを伺わせる。60日間、中村さんが精魂込めた螺旋情婦が完成した。